メイズ・ザ・ミュージカル2人を組に今公演中ですが、いかがですか、ご覧する。毎日毎日本当にたくさんの観客の皆さんに来ていただき、本当にありがたい気持ち、本当に胸がいっぱいだし、本当に、本番すごくキャストの皆様ともにすごく楽しくやってるので、本当に最近毎日本当に幸せです。いいね、ケイちゃんは。そうですね、やっと本番を迎えて1ヶ月間の稽古を終えて、そして、皆さんの前で2人の国を、伝えられることを幸せに思っております。そうですね、本当今グアンスが言った通り、毎日が本当楽しくて、なんかどんどん楽しくなっていって、なんかみんなで過ごす時間もすごく楽しくて、はい、心地いいよね。心地いいね、うん、そうそうそう、すごくいいです。はい、じゃあゆうちゃん。僕もそうですね、もう毎日が楽しいし、あと僕、自分が出てない時にやっぱミュージカルなんで、人のキャストの歌を聴いてるだけでもなんか楽しい気持ちになるので、ぜひ歌をね、皆さんの歌を聴きに来てください。よろしくお願いします。自分らの歌は、いや、俺たちの歌はね、もちろんだよね。ちょっと、ちょっと、いや、あ、今からですか、やっちゃう、やっちゃう、少しで、触りよ、全部見せるだけだから。セイゴマスレ、ゴマスレ、セイゴマスレ、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 ついてこ。またテンション上がっちゃった。たまちゃんはいかがですか。自分はね、あ、でも、言ったように日々毎回同じことがないから、すごく新鮮で楽しいし、お客様の、反応とかも日々違うので、すごく嬉しいし、で、そのお客さんからも熱量であったり温かさを感じるので、日々すごく楽しんでます。じゃあ、せっかくなんで、役どころとか、この作品の見どころとかあれば、じゃあ、バンスから。僕は、その蜘蛛舞一座の一人として、一蔵が一幕では三人ですごく楽しく、その芸を披露しながら過ごしてる姿から、いろんな複雑な、その時代のいろんなことで、結構一蔵が自分で悩みながら、結構二人を裏切って、役にじゃん。結局3人がまた揃うんですけど、それまでに一蔵の一族がその心の中で変化していく、その成長のストーリーを、自分はすごくこだわって表現しようとしてるので、それが見ていらっしゃる観客の皆さんに伝わったら本当に嬉しいなって思ってます。そうね、確かに一人一人思うところも違うし、結構スポット当たってないところでもいろんな細かいところがあるので、見ていただきたいと思います。けいちゃん。そうですね、この舞台は本当にいろんなフィールドで活躍されている方々が出演している舞台なので、本当歌にしろ、盾にしろ、で手品にもね、あったりとか、本当多種多様な、様々なアーティストが出ている舞台だと思うので、多分見てる方も本当その総合エンターテインメントとして楽しめることになるかと思っております。はい、お、けいちゃん。けいちゃんに同じです。どっから同僚でしょ、一座の。いいの、それで。それでいいです。もうね、まず。いや、そうですね、もう、ケイちゃんが言ったように、もう本当に様々なね。一緒やないかい。いでも本当に魅力あふれる、どこを切り取ってもすごく見応えのある作品になってると思いますし、おのおののその役者さんの個性であったりっていうものがすごい存分に出ている作品だと思います。1回とは言わず、2度3度、劇場に足を運んでいただけたら嬉しく思います。それではミュージカル2人お国は明治座で4月15日まで上演しております。ぜひお待ちしております。カモン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 